いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介いたします内容は以下の2つ。第1章、足に丸々がある人やばいです。肝臓が毒素まみれのサイン。第2章、肝臓がみるみる回復、毒素を絞り出す最高の習慣。どちらもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、足に丸々がある人やばいです。肝臓が毒素まみれのサイン。突然ですが、皆さんの体の中で日夜全力で働きまくっている肝臓さん、この肝臓さんを日々気にかけていますでしょうか。よく沈黙の臓器とも言われる肝臓ですが、実はあなたの足をチェックすることで肝臓が弱って毒素まみれになっているかどうかがわかるんですね。今回はそんな肝臓の調子がわかる足のサインを7つご紹介させていただきたいと思います。ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。それでは早速参りましょう。1、足にかゆみがある。まず1つ目の症状は足にかゆみがあるです。かゆみが起きる仕組みには大きく2種類あると言われているんですが、その両方が肝臓が作り出している胆汁に関係しているんです。そのうちの一つが、胆汁が血液中に漏れ出すこと。肝臓が弱って胆汁の分泌がうまくいかなくなると、胆汁が血液に入ってしまうことがあるんですね。それが血液に乗って全身を巡ることでかゆみを引き起こしていると考えられているんです。現段階では血液中の胆汁からかゆみが引き起こされるはっきりとした仕組みは分かっていないんですが、肝炎など肝臓に何らかの不具合を抱えている人の多くがかゆみを訴えているというデータがあります。そしてもう一つが、胆汁の流れの滞りや逆流です。肝臓が弱ったり石ができると胆汁の流れが滞ってしまいます。その結果、胆管の中の圧力が高まってしまいます。この状態になると腸内の細菌などが胆管に逆流し、細菌感染を引き起こすことがあるんです。細菌感染が起きれば、それが刺激となりアレルギー症状を起こすヒスタミンが発生しますから、かゆみが生じることになります。またこれらのかゆみは足だけではなく、ひどい場合には全身に現れることもあります。皮膚の炎症などがないのにしつこいかゆみが続く場合には、肝臓の不調が原因の可能性があるんです。ぜひぜひ早めに医師に相談することをお勧めいたします。さてでは続いての症状を見ていきましょう。2、足に赤や茶色のポツポツがある。2つ目の症状は足に赤や茶色のポツポツがあるです。肝臓の機能が低下していると、足の下の方、特にすねから下のあたりに赤や茶色の小さなポツポツが現れる場合があります。これは肝臓が正常に働かなくなって血流が悪くなったことに原因があるようです。そしてこれは足だけではなく手にも現れることがあります。なぜかというと、足や手は体の中でも血液を送り出す心臓から特に離れた位置にありますので、体の部位の中でも血行不良を起こしやすいからなんですね。このポツポツは同じく血行不良を原因とするむくみの症状と一緒に出やすいですので、足のポツポツとむくみが同時期に起こったら肝臓が弱っている疑いが強くなります。早めに病院を受診するようにしましょう。さあそれでは次の症状に参りましょう。3、皮膚に雲のような形の赤みがある。3つ目の症状は皮膚に雲のような形の赤みがあるです。これはまるで足を広げた雲を上から見ているような形で、足の他には首や胸、腕に出やすい症状です。医学用語では雲状血管腫というもので、エストロゲンという女性ホルモンが関係しているんですね。女性ホルモンが関係している、そんな風に聞くと俺には関係ないやと思う男性の方もいらっしゃると思いますが、実は男性の方にも関係大ありなんですね。このエストロゲンというのは男性にも存在していますので、男性でも油断は禁物なんです。女性は卵巣、男性は精巣で作られているエストロゲンは血管を広げる働きがあります。
皆さんも肝臓の働きに解毒作用があることはご存知かと思います。実はこのエストロゲンに関しても肝臓が分解してくれているんです。自分で作り出したホルモンを解毒するというのは少し不思議かもしれませんが、ホルモンは出過ぎてしまうこともあるんです。その出過ぎたホルモンを分解してバランスをとってくれているのが肝臓というわけです。ですので肝臓の機能が落ちれば、当然余分なエストロゲンが体に溜まっていきます。溜まったエストロゲンは細い血管を広げ、その広がった血管が皮膚の上に雲のような形で現れるんです。実はこの症状自体というよりも、この症状の原因が肝臓にあった場合、非常に問題なんです。肝臓が原因で雲状血管腫が出ているのであれば、肝臓の機能がかなり落ちているということになります。自分で判断することは難しいですので、この雲状血管腫が見られた場合は迷わず病院を受診しましょう。さあ、それでは続いての症状を見ていきましょう。4、足にひどいむくみがある。4つ目の症状は足にひどいむくみがあるです。肝臓が病気などで状態が悪くなってしまうと、栄養を運んでくれる門脈という部分からの血流が入りづらくなってしまいます。そうすると行き場を失った栄養が血管の外に染み出てしまい、むくみの原因になるんです。またここで大切なのがアルブミンという物質です。肝臓で作られると血液の中に送られ、漂うように血液中に流れ込んでいきます。このアルブミンが血管の外から血管の中に水分を引き込んでくるという重要な役割をしているんです。だからもしアルブミンがなくなってしまえば、血管の壁にある小さな穴から血管内の水分が外に流れ続けてしまい、血液は体を巡ることができなくなってしまうんです。そして血液がうまく働いてくれなければ、人間は生命活動を続けることができずに死んでしまいます。実際には全くアルブミンがゼロになるということは考えられないですが、肝臓の機能が落ちてアルブミンの作られる量が減ってしまうことは十分に起こり得ます。そうなれば血管の中の水分が漏れ出てしまいますので、体のむくみとなって現れてくるんです。特に女性は体調の変化などで日常的にむくみやすいですので、むくんだくらいで病院に行くなんてと病院に行くタイミングを逃しがちです。そうして放置しているうちに症状が進行すれば、足だけではなくお腹周りまでむくんできます。お腹までむくんでくると食欲がなくなるなど他の症状も出ますから、ここでやっとまあ病院に行っとくかと思うことが多いようです。ですがこの時点ではもう肝臓がんだったというケースも珍しくないんですね。後悔しないためにも、むくみを一つのサインとしてぜひぜひ覚えておいてください。さあ、では続いて次の症状に参りましょう。5、爪水虫がある。爪が白っぽい。5つ目にご紹介するのは爪水虫がある、爪が白っぽいです。実は肝臓に問題を抱えている方には爪水虫の患者さんが多いことが分かっています。普段はあまり意識していないかもしれませんが、私たちの体の中にも様々な菌が住んでいますよね。その代表的なものが腸内フローラです。そして実は肝臓に問題を抱えている方の多くが腸内フローラのバランスが崩れてしまっているんですね。そしてそれによって体の中にも外にも水虫菌が多く住み着くことになるんです。菌自体が多くなれば、もちろん爪水虫が発症する可能性も高くなりますよね。また肝臓が弱っていると、爪の先がピンク色でも爪の下の部分の血色が悪く白っぽくなってしまうこともあります。これは肝臓の機能が低下して血行が悪くなることで起きるもので、テリー爪と呼ばれています。ただしテリー爪が起きた場合には、原因が絶対に肝臓かというとそういうわけではありません。他にも心臓、腎臓などが原因になっている可能性があります。いずれにしても内臓に何らかの不調を抱えているサインがテリー爪ですので、この爪に出る症状は見過ごさないようにしましょう。さて、それでは続いてまいります。6、足の匂いがきつい。6つ目は足の匂いがきついです。皆さんもご存知の通り、肝臓は体の中の毒素を無毒化したり、アンモニアを尿素に変える働きをしてくれています。
ところがそんな肝臓が弱っていれば、無毒化しきれなかった毒素やアンモニアが溢れてしまいますよね。そしてその一部が汗として外に出されてしまうんです。これはもちろん足だけではなく、体全身、そして口臭にまで現れてきます。どんな匂いかと言いますと、カビ臭かったりツンとしたアンモニアの匂いなどだそうです。しかもこの匂いは通常の汗や皮脂の混ざった匂いとは全く違うものなので、たとえ足をきれいに洗ったとしても匂いが消えることもありません。これでは周りの人にも迷惑をかけてしまいますし、気づいた人も指摘しづらいのが厄介なところです。ちなみにこうして余ったアンモニアが脳にまで到達すれば、肝性脳症という病気にまで発展してしまいます。肝性脳症になれば、頭の回転が鈍くなったり、ぼーっとしてしまったり、もしくは感情がコントロールできずに怒りっぽくなってしまいますので、日常生活にも影響が出てきてしまいます。ぜひこうなってしまう前に肝臓をいたわることを考えたいものです。さあ、それでは最後の症状に参りましょう。7、かかとがひび割れている。7つ目はかかとがひび割れているです。かかとのひび割れなど皮膚の乾燥や異常の多くは、ビタミンの中でも特にビタミン B3、 そしてオメガ3脂肪酸が不足していることに原因があります。そしてこのビタミン B3 とオメガ3脂肪酸の不足は、単純な栄養不足ではなく、肝臓の異常から起きている場合もあるんですね。通常ビタミンや脂肪酸というのは、胆汁がその吸収をうまく助けてくれています。ですから肝臓が弱って胆汁の生成がうまくいかなければ、せっかく栄養を取ったとしても体の中にうまく吸収されずに働くことができないんです。それがかかとのひび割れというサインとして現れている可能性がありますので、覚えておいてください。いかがでしたでしょうか。意外と多くの方に当てはまっているサインがあったんじゃないでしょうか。もちろんこれらのサインが出ているからといって、必ずしも肝臓が毒素まみれで弱っているというわけではありません。別の要素が原因でこういったサインが現れてくることもあるんです。ですが、いずれにせよ通常ではないサインが体に現れてきているというのは、体内に何か異変が起こっている可能性が高い状態です。まあまだ大丈夫だろうと勝手に自己判断することなく、しっかりと医療機関を受診することを心がけてください。また今回の話を聞いて、もしかしたら肝臓が弱っているサインが出ているかもと心配になってしまった方もいらっしゃるかもしれません。そんな方はできるだけ早く医師に相談してください。お医者さんに相談に行くというのは、なかなか面倒くさくてやりたくないことかもしれませんが、何かあってからでは遅いんです。相談しに行って何も異常がなければ安心することもできますよね。ぜひ安心を手に入れるためにも、定期的な健康診断を受けるだとか、少しでも異常を感じたら検査するということを忘れないようにしてください。そして今はまだ大丈夫という方も、これらのサインを頭の片隅に置いていただき、これからも肝臓に負担のかからない生活を心がけてください。今日あなたがする生活習慣が、あなたの人生の健康寿命を左右します。将来病気で苦しみたくない方は、まずは日常生活から変えていきましょう。続く第2章では、肝臓からの毒素の排出方法だったり、肝臓に負担がかからない生活をするにはどうすればいいかというところを中心に解説していきますので、ぜひぜひ引き続きお付き合いくださいませ。さあ、それでは第1章をまとめておきましょう。ポイント1、肝臓が弱っているサインは全部で7つ。1、足にかゆみがある。2、足に赤や茶色のポツポツがある。3、皮膚に雲のような形の赤みがある。4、足にひどいむくみがある。5、爪水虫がある。爪が白っぽい。6、足の匂いがきつい。7、かかとがひび割れている。ポイント2、上記に当てはまっている項目がある場合は、早めに病院を受診したり、肝臓をいたわる生活習慣を身につけることが大切である。第2章、肝臓がみるみる回復、毒素を絞り出す最高の習慣。さて、まず最初に押さえていただきたいこととしましては、どういった生活習慣が肝臓をボロボロにしてしまうか、これを知るということです。
皆さんは肝臓をボロボロにする生活習慣というとどういったものを思い浮かべるでしょうか。おそらく多くの方が飲酒を考えるのではないでしょうか。その考えは大正解です。アルコールというのは全身の臓器にいろいろな影響を及ぼすんですが、特に肝臓に大きな影響を及ぼすということが分かっております。アルコールに関連する疾患の中でも肝臓病は最も高頻度かつ重篤になりやすいと言われているんですね。ただし肝臓というのは沈黙の臓器ですから、多少飲酒量が多いからといってすぐに症状が現れるわけではありません。ですが毎日毎日の飲酒に付き合わされている肝臓はいつの間にか疲弊しボロボロになっていきます。その結果解毒作用なども弱っていき、全身が毒素まみれになってしまうということが起きるんですね。ですからお酒を飲む習慣がある方は特に肝臓のチェックというのを忘れないようにしていただきたいと思います。第1章でお話しした内容はもちろんですし、それ以外でも健康診断を忘れずに受けて肝臓の状態をチェックするとか、そういったことも欠かさないようにしましょう。何度も言いますが、肝臓は沈黙の臓器です。症状が出てからでは遅いんです。ですから常日頃からちゃんとチェックするように心がけていただけたら幸いです。さてアルコール以外ですと、肝臓をボロボロにしてしまう習慣にはタバコや暴飲暴食、睡眠不足、運動不足などなど、極めてよく言われる当たり前の良くない生活習慣が並びます。一般的に言われている健康に悪い習慣というのは、あらゆる臓器をダメにしてしまう習慣ですので、こういったものはできる限り改善していく努力をしていきましょう。さあその中でも特に肝臓に悪いと言われている生活習慣をご存知でしょうか。それが暴飲暴食なんですね。特に昨今問題だと言われている糖質の過剰摂取、こいつが肝臓にめちゃくちゃダメージを与えるということが近年分かってきております。まあこんなことはですね、本ようやくチャンネルの視聴者様にとってはもはや常識かもしれませんが、やはり今の現代社会の糖質の過剰摂取は異常と言わざるを得ません。白米をお腹いっぱい食べることができるようになったのは本当につい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 最近のことなんです。それに加えて現代はもう意味がわからないぐらい加工されたお菓子がたくさん流通していますよね。その結果私たちは歴史上信じられないくらいの糖質を摂取しているんです。もちろんそんなわけでありがたいことに私たちは飢える恐怖を感じずに済んでいるわけですが、体の方はたまったもんじゃありません。営業チームが優秀なもんだから大量に案件を獲得してきて、会社自体は急成長大盛り上がりしている中で、せっせせっせと毎晩残業して働き続けているプログラマーたち、そのプログラマーみたいなもんが臓器なんです。確かに糖質を大量に獲得できるようになったこと、これは素晴らしいことです。ですがだからといって過剰に摂取する必要はありません。それだけはしっかりと覚えておいてください。またもう一つ覚えておいてほしいことは、肝臓の老化というのはめちゃくちゃ早く進行するということです。肝臓を悪くする人というと50代60代で昔からお酒をたくさん飲んでいた人なんていうイメージがあるかもしれません。ですが実際はだいぶ違うんですね。実は30歳ぐらいから肝臓というのは老化が始まることが分かっています。30代に入ったくらいの人が、いやーなんだか最近お腹に脂肪がつきやすくなってお腹がポッコリしてきちゃったな、参っちゃうよなんていう話をしているのをよく聞きますよね。20代の頃と同じ食事をしているはずなのになぜか脂肪がつきやすくなっている、老化の気配を感じ出した、そのタイミングで実は肝臓も一緒に老化しているんです。実際検査をすると35歳以上の男性のなんとなんと 30% 以上が肝機能障害を持っているというデータもあります。 30% 以上です。やばくないですか。それだけ特に男性にとって肝機能障害というのは身近な存在なんです。特に30代になってから太り始めたという人は要注意です。お酒を飲む習慣がなくてもあなたの肝臓は弱ってしまっているかもしれません。もちろん男性だけじゃなく女性の方も要注意なんですが、男性の方は特に特に注意が必要なんだということをここで覚えていただけますと幸いです。
ただですね、基本的に肝臓をピカピカにする生活習慣というのは、ちゃんと運動して、ちゃんと睡眠をとって、ストレスを減らして、アルコールを減らして、といった当たり前のことが多いですし、なかなか実践できないよというものが多いので、ここでは比較的簡単に取り入れることができる食材という観点から説明していきたいと思います。つまり肝臓をピカピカにする食材とは何なのかということですね。肝臓ケアというのは現在医療業界が注目している分野ということもありまして、様々な研究が行われています。その中で少しずつ肝臓にいい食材というものも分かってきているんですね。本日は肝臓をピカピカにする食材を3つご紹介したいと思います。1、ニンニク。ニンニクは遥か昔からその栄養価の高さによって多くの人々に重宝されてきた食材です。薬としても使用されてきたという歴史があります。なぜそこまでニンニクの健康効果というのは重要視されているのか。その理由の一つにニンニクに含まれているアリシンという強力な化合物があります。ニンニクに強い匂いがあるのはこのアリシンが原因です。このアリシンには様々な健康効果がありまして、例えば血液の流れをスムーズにするいい効果があります。血液をサラサラにすることにプラスして動脈を拡大させることで血の流れを良くすることができまして、血圧をダウンさせることにも貢献します。またとある研究によりますと、血中コレステロール値も下がることが判明しています。血液をサラサラにしてくれて血圧ダウン、さらには血中コレステロールまで下げてくれるとは素晴らしすぎる食材ですよね。まさに血液を若返らせる食材と言ってもいいんじゃないでしょうか。さらにニンニクは疲労回復、需要競争にも役立つ食べ物です。なぜニンニクが疲労回復や需要競争に役立つのか。それはビタミン B1 が豊富だからなんですね。疲労回復や需要競争に欠かすことができない成分といえばこのビタミン B1 なんです。ビタミン B1 は糖質の代謝に必要不可欠な酵素の働きを促し、エネルギーを生み出すことから疲労回復のビタミンと言われています。ビタミン B1 イコール疲労回復効果と覚えちゃってください。本来ビタミン B1 を含んだ水溶性ビタミンは体に溜め込むことができないため、必要以上摂取したところで意味なく尿から排出されてしまうことになります。しかしですね、ニンニクには先ほど説明したアリシンという成分が含まれていまして、こいつが非常にいい働きをしてくれるんです。というのもアリシンはビタミン B1 とうまく結合してくれるんですね。アリシンとビタミン B1 がくっつくと脂溶性のアリチアミンという物質に変化することができます。このアリチアミンという物質は脂溶性ですから長く血液中にとどまることができまして、長時間疲労回復のために利用されるんです。普通じゃなかなか体に溜めることができないビタミン B1 を体内でうまく利用するためにも、ニンニクはぜひぜひ摂取していただきたい食材なんですね。またニンニクには若返りに超重要なビタミンであるビタミン E が含まれています。ビタミン E は末梢血管を拡張する働きを期待することができるビタミンです。つまり血液がスムーズに流れてくれるようになり、末梢血行障害によって起きてしまういろんな症状を緩和させることができるんです。さらには抗酸化作用によって過酸化脂質を減らす働きもしてくれています。60代以降の方には特に意識して摂取していただきたいビタミン、それがビタミン E なんですが、このビタミン E はサプリメントで成分単体で摂取するとむしろ害があるんじゃないかと言われているんですね。ですからこういったニンニクのような天然の食材から摂取することが非常に大切なんです。さあどうでしょう。ここまででニンニクには様々な有効成分、健康効果が含まれているということがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。それでは引き続き、ニンニクが今回のテーマである肝臓にも素晴らしくいいよということを徹底解説していきましょう。ある研究では、ガーリックパウダー、ニンニクパウダーのサプリメントは脂肪肝疾患のある人の体重と脂肪を減らすのに役立つ可能性があるということを示唆しています。つまりですね、ガーリックパウダー、ニンニクの粉がもう脂肪肝になっちゃっている人の体重と脂肪を減らして脂肪肝の改善を促したよというわけなんですね。
また2020年に行われた最近の研究では、ニンニクには肝臓の脂質代謝を調節する役割があり、それによって脂肪肝を軽減できることが示されています。1日あたり 800mg のガーリックパウダーを約15週間摂取した脂肪肝の患者は、脂肪肝の改善と酵素レベルの改善が見られたということが分かっております。素晴らしいですね。このようにすでに脂肪肝になっている患者さんにもニンニクパウダーは効果があるということです。まあもちろんですね、毎日毎日ガーリックパウダーを摂取しなきゃいけないとなると口が臭くなって仕方がありませんから、なかなか現実的ではないと思われるかもしれません。ですがその口臭を補って余りある健康効果がニンニクにはあるということなんですね。また別の研究では、生ニンニクを頻繁に摂取することは脂肪肝と逆相関になっているということも分かっているようです。とまあちょっとごちゃごちゃと述べてしまいましたが、要するにニンニクというのは肝臓に素晴らしくいい影響をもたらすということが様々な研究で分かっているよということなんです。そして最初に説明したように、そもそもニンニクというのは栄養価が高く、肝臓だけでなく健康全体、体全体に素晴らしくいい効果を発揮してくれますから、ぜひぜひ摂取してほしい優秀な食材になるんです。ですのでぜひ料理の味付けとして毎日の料理に加えてみてはいかがでしょうか。ニンニクの皮を剥いたりするのがいちいちめんどくせえぜという人は、ガーリックパウダーが売られておりますので、これを野菜炒めやパスタにかけて食べるというのもいいでしょう。ぜひぜひ気軽にニンニクを食事に加えるという習慣をつけてみてください。さあ続いての食材に参りましょう。2. 魚介類かっこ青魚。さて続いてご紹介する肝臓をピカピカにしてくれる食材は魚介類、主に青魚です。本要約チャンネルをご覧の皆さんであれば、もうこの青魚の健康効果というのは耳たこなぐらい聞いていますよね。青魚の何がそんなに健康にいいのか。それはそう、オメガ3脂肪酸です。このオメガ3脂肪酸についてはかなり研究が盛んに行われており、様々な健康上のメリットがあるということが分かっているんです。例えばですね、オメガ3脂肪酸のメリットには次のようなものがあります。オメガ3脂肪酸のメリット1、オメガ3脂肪酸を摂取すると肝臓から余分な脂肪を取り除くのに役立ち、脂肪肝を改善する。2、うつ病や不安といったメンタルの不調を軽減してくれる。3、炎症や体の痛みを減らしてくれる。4、オメガ3脂肪酸の摂取量を増やすとアルツハイマー病と認知症のリスクが低下する。5、オメガ3脂肪酸は血中中性脂肪を大幅に低下させる可能性がある。とまあ他にもいろいろあるんですが、オメガ3脂肪酸の代表的なメリットとしてはこんなところでしょうか。このように並べてみると、オメガ3脂肪酸を摂取することの重要性がよーくわかると思います。これに加えて近年注目されているオートファジーを促進する効果もオメガ3脂肪酸は持っていると言われています。いやはやオメガ3様々ですよね。ところが現代の食生活ではこのオメガ3脂肪酸が不足しがちになってしまうと言われています。ですから私たちは意識して積極的にオメガ3脂肪酸を食べようという心がけが必要なんです。そしてオメガ3脂肪酸が豊富な食材としましては、天然のシーフード、脂肪の多い魚、特にサバ、サンマ、イワシといった青魚が代表的なんですね。その他にもサーモンやマグロなどが有名でしょうか。私も昔は魚嫌いだったんですが、最近は健康効果も考えてなるべく魚を食べるようにしています。すると不思議なもんでだんだんと美味しく感じるようになってくるんですよね。健康効果を意識していると、これまでは食べなかったような食材をたくさん食べるようになります。そして昔よりも食に関する楽しみが増えたように思います。ぜひ皆さんも馴染みがない食材などをこのチャンネルでご紹介することもありますが、ものは試しと思って一度試してみてはいかがでしょうか。意外な食の楽しみを発見することにもつながるかもしれません。さて続いてラスト3つ目の肝臓ピカピカフードの解説に入りましょう。3. マメ科の植物。マメ科の植物とパッと言われても思い浮かばないかもしれませんが、日本人に馴染み深いのは大豆ですね。このマメ科の植物なんですが、実は肝臓に対してすごくメリットがある食材だということが分かっているんです。
2019年の研究ではレンズ豆、ひよこ豆、大豆、エンドウ豆などの豆科植物豊富な食事が肝臓の病気のリスクを下げるのに特に役立っているということが明らかになっております。これまで肝臓の病気には食事療法が極めて重要であると言われていました。そこでこの研究では食事療法の中でも豆科植物が豊富な食事は肝臓の病気に効果的なのかということを調べてくれたんです。その結果、レンズ豆、ひよこ豆、大豆、エンドウ豆などの豆科植物の摂取量が多いほど肝臓の病気のリスクが低いことが分かったんですね。また大豆には中性脂肪のレベルを下げるのを助けてくれ、さらに内臓脂肪が蓄積するのを防いでくれるタンパク質である β コングリシニンが含まれています。中性脂肪のレベルを下げ、内臓脂肪の蓄積を防ぐ、まさに最強の脂肪撃退栄養素ですよね。このタンパク質が大豆に含まれているおかげで肝臓が脂肪肝になりにくくなるということが分かっているんですね。研究によりますと、大豆の β コングリシニンを1日 5g 摂取すると血清中の中性脂肪の値が改善され、内臓脂肪も低減すると報告されています。さらにレンズ豆、ひよこ豆、大豆、エンドウ豆といった豆科植物は肝臓云々言う前にそもそも非常に栄養価が高い食材なんです。豊富な栄養素に加えて難消化性澱粉も含んでいますので、腸の健康を改善するのに役立つとも言われています。最初に説明したニンニク、青魚もそうですが、だいたい丸々にいい食材というのはその他の効果も高い食材なんです。私は肝臓の数値に問題ないし別にいいやとスルーをしてしまわず、しっかりとそういった食品を取り入れていくことであらゆる疾患を予防することにつながりますし、80歳90歳になっても自分の足でしっかり立ち、自分の脳をキビキビと働かせて生きることにつながります。ですのでぜひぜひ食事改革を今日から行ってみてください。それでは第2章をまとめておきましょう。ポイント1、肝臓をボロボロにしてしまう生活習慣はタバコやアルコール、睡眠不足や運動不足など当たり前のものが多い。ただし近年アルコールと関係ない脂肪肝の患者数がうなぎ登りで増えているため、特に糖質の過剰摂取には気をつけるようにしたい。ポイント2、肝臓の老化は30代以降急速に進む。特に35歳以上の男性の 30% 以上が肝機能障害を持っているというデータもあるので、男性は気をつけるように心がけたい。ポイント3、肝臓をピカピカにしてくれる食材にはニンニクや青魚、豆科の植物などがある。これらの食材は肝臓以外にも健康効果をたくさん持っている食材なので、日常的に摂取するように心がけたい。いかがだったでしょうか。本日は肝臓が毒素まみれになっているサインと、どうすれば肝臓をいたわるような生活習慣を送ることができるのか、また肝臓をいたわる食品にはどういったものがあるのかを見てきました。ぜひ一つでも実際に日々の生活に取り入れていただけますと幸いです。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになるより一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック。おすすめ動画が見たい方は右をクリック。チャンネル登録もお待ちしています。